伊勢市吉成から1922年9月29日は、日本の陸軍軍人、貴族院議員、陸軍中将軍一等校4級男爵、薩摩藩士の指定として生まれる。1871年9月10日、陸軍少尉に任官。1886年5月、不評第八連隊長となり、1890年6月、不評大佐に昇進して、 この絵不評第3連隊長に移動。1894年9月、不評第2連隊長に就任。日清戦争に出征し、旅順攻略戦に参加。1895年1月、大事安順少将の公認として第一、師団参謀長となった。翌月、陸軍少将として、大事少将公認の不評第11旅団長に就任。同年11月、 一回へ占領軍司令官を兼務し、1896年5月に復員。1898年10月、この F 不評、第二次四団長。1900年4月、陸軍中将に進み、第六四団長に、親保された。1902年5月に休職し、1904年6月、ルスこのエ四団長として復帰したが、1906年5月14日に、 再び休職し、翌年11月13日、予備役に編入。1909年4月1日に、交尾役となる。1914年4月1日に退役した。1907年9月21日、西南、日清、日露戦争の軍港により、断尺を除釈した。1910年12月27日、貴族院直線議員に就任した。 厚生会に所属して活動し、1922年10月1日まで在任した。ありがとうございます。